では僕、アーバン GS やな、岡ちゃん。去年乗らせてもらったやつに引き継いで R90、乗らせてもらいます。スタンダードと違うのは前が19インチっていうとこ。あとタイヤです。よいしょ。R90 乗らせてもらいます。試乗。おう。オッケー。オーライ。では。お まずフロントが高い。19インチっていうのをいきなり感じた。で、持ち主の岡ちゃんからのリクエストで、前に乗ったスタンダードとどう違うかというところをちょっと意識してくださいって言われてんけども、ポジションが違う。そして、ちょっと待てよ、そんなすぐわからんぞ。まずね、このエンジンはトルクフルなんですね。2気筒なんで。だから、そのあたりの特性は一緒なんですけども、ちょっと待て、比べようとせずに、まずこの、バイクのことだけに集中しよう。やっぱりね、前が19っていうのはすごい特徴的ではありますね。だから、以前に乗った、スタンダードと比べてポジションがアップライトなんだけども、体自体はハンドル位置との加減で割と前傾なんで、ちょっと折りたたむような感じで乗るようなポジションです。だからそこがね、なんかもう全然雰囲気ちゃうんですよね、スタンダードと比べて。で、ハンドル幅がもうものすごい広い。むしろね、自分乗ってるハイパーモタードにちょっと近いぐらいのポジション。当然ね、これオフロードも行けるような仕様。前が19インチでアドベンチャータイヤを入ったりっていうところで、やっぱりそういうレイアウトっていうか、ジオメトリーというか、いうのになってます。まあ、どっちかというと、個人的にはこのポジションの方が馴染みがあるポジションではありますけども、非常に、乗りやすいのは間違いないです。で、前に、R90 に乗った時に衝撃を受けたのが、ダイナマイトモードって僕言ってしまったんですけども、実際あれはダイナミックモードでした。ダイナミックモードにした時にエンジンの様相がバーンと様変わりして、いきなり凶暴なね、乗り物に変わったんですが、変えちゃおう。今これロードモード、これをね、チェンジしたいんですが、やり方わからへん。わからないのでやめとこう。うわ、タイヤがね、独特ですね。やっぱりこのアドベンチャータイヤっていうのは、ゴツゴツ感がありますね、明らかに。これがまたね、微妙にいい感じ、ワイルドで、地面を掻いてますよっていう感覚が、すごい伝わるタイヤやなと今思ってます。さっき言ったように、ちょっと前傾な部分がですね、こういう峠道では生きてくるというか、オフロード的なとこだけじゃなくて、このオンロードでもね、ちょっと攻めたろかっていう気になるのも確かですね。このナックルガードついてるのがまたね、オフロード感が増して、しかもこの前のバイザーね、この辺りも今風やなって思いますよね、かっこいい。で、このミラーめちゃくちゃ見やすいです。これはね、もうほんまにオフロードチックなやつですね。以前に乗った R90 はバーエンドミラーで、しかも下付きやったからね、全く見れんかったけど、これはね、全然見れます。あとはね、これアクセルひねったら速いの分かってあるからね、何とも言われへんだけど、めちゃくちゃ乗りやすいし、刺激もありますね。もっとこう回したいねんけどな。あとモードチェンジしたいねんけどな。このエンジンはね、通常モードでもね、十分すぎるほどの加速をしてくれますが、前回乗ったね、ダイナミックモードはもう相当やばいということだけね、言うときます。ダイナマイトのダイナですか、これ、ひょっとして。ダイナマイト、要するに爆発力があるっていう、そういうことでしょうか。ダイナモードです、今。はい、ちょっとだけダイナモードを解放したいと思います。ゴー。これはあかん、これはあかん、これは、別のバイクに豹変しました。えぐい。もうロードモードでも十分こんな感じ。よいしょ。足回りはね、結構固めっていう気がしますね。前回乗ったスタンダードの R90 と比べて、どっちもええけども、こっちかな俺。なんかこう遊びの幅がちょっとこっちの方が広そう。
でより峠道とかで気持ちよく走るのやったらあっちのねスタンダードの R90 かもしれへんけども、このバイクやったら例えば旅に出てみたいとかね、キャンプ行ってみたい、片や峠もね気持ちよく走りたいっていうのをねかなり満たしてくれると思います。だからよりマルチに遊べるっていうか遊ぶ幅があるバイクがこっちかなっていう、そんな気がしました。で名前がねアーバン GS っていうことなんで、イメージとしてはね都会に住んでる人がね都会の中でもね気持ちよく移動できて、週末には旅に出たりっていうね、両方満たしてくれるっていう位置づけやと思うんで、そういう意味で言うともう名前の通りかなって、都会でも田舎でも活躍できるバイクがこれなのかなっていうふうに思いました。まとまってるかな？いや実際そう思った、本当にこれがねキーワードですね。このバイクのスタンダード R90 もそうやけども、これめちゃくちゃいいバイクです。楽しい、安全に移動するっていうだけじゃなくて刺激もあるし運転が楽しい、それが印象ですね。まさに都会でも田舎でもやわ。そうそう、このバイクね、加速するときに、タイヤが地面に押し付けられますので、接地感がめっちゃ高い。もうめちゃくちゃ気持ちいい。本当にこれこそドイツ車って感じ。それはね、スタンダードの R90 も共通ですね。あと、このギアの入りがね、カコッカコッって言って、入り方がなんか、すごい独特で、心地いいです。カコッカコッっていう、そんな感じ。天気もいいし最高のバイクやしね、唯一気持ち悪いのはこのチェックマークだけ、スバナマークこれだけこれなんとかならんのかなみたいな、それ以外は完璧です。そうそう、あのねちょっと手がしびれてきてます。さすがボクサーツイン、ミラーもものすごい揺れるし、ちょっとこの動画では分からへんかもしれへんけども排気音もかなり最高ですね。アクラポビッチ、標準で入ってるんですが、まあちょうどええっていうのはこのことやな。モードどうやって変えたいの？あ、ロードとダートとレイン。これ今変える必要ないよね。ダートじゃないしね。スタンダードの R90 はレインとロードとダイナミックやったかな。だからその代わりにダートっていうのがあるんですね、おそらく。まあ、どういうそのマッピングになってるのかっていうのはちょっと分かんないんですが、すごい進化してるなって思います。モードどこやどこや言ったけど、ここにモードってちゃんと書いてます。ほんまやばいな俺、トシ完全おっさんです。ごめん、止めるとこ逃して全然出てこんかって、申し訳ない。お母ちゃんめちゃめちゃ楽しいやんこれ。うん、これダイナの代わりにダートがあるって感じやな。ロードでちょっとひねったけど十分速いやん。いやダイナはもう一つ来とったな、まあ、でもそのダイナモードじゃないところにこの良さというかあって面白いんちゃう。よかった、ありがとう。